オーケーアップティーケーブチャンネル、今日はオークスになります。いやー、ちょっと天気心配だったんで、だけどね、雨降らなくてよかったなと思ってますよ。はい、ではオークスの予想を。本命セレンボッシュ、対抗ライトバック、3番手チェルビニア、4番手クイーンズウォーク、5番手スイープフィート、6番手ミヤネーロ、7番手コガネの空、この7頭でいくぜ。久しぶりに7頭打ったぜ、印を。ではオークスの買い目をこんな感じです。ちょっとね、口で口頭で言うのはすごく長くなっちゃうんで、こんな感じです。馬ターンバラバラバラと買ってます。そして3連複14番から相手は1、2、5、7、12、13、もう本命が何なのか分かんないですけどね。馬券的には本命はライトバックになってる感じだけどね。まあでも指数1位はステレンボッシュなんでね、まあ自分の馬券システムに落とし込むとこうなっちゃうんでね。まあこんな感じでいきます。では馬券を買います。馬券は最後の方に発表します。最後まで見てくれよな。ラスト、ランスオブクイーン。入った !OK! スタート出ろ !OK! ソロット出た、いいぞ、ライトバックいいぞ、ソロット出た。ここは花を主張していくのか、連れて鷹のLPの前に行きます。いい感じだ、ちょっとかかってるな、頑張って抑えてくれ。まず正面さんの前先行争い、ちょうどライトバック、まあまあいい位置かな。ここはやはり逃げ宣言、湘南マヌエラ。ああ、いい感じだ、ライトバック。でも並んでいきます、前に動画飛ばす飛ばす、一時コーナーの中間、すげえ飛ばすじゃん。に向かっていきます、前に動画飛ばしている展開、湘南マヌエラ。ステレンボッシュも中断だね。そして後続にはご覧のように中馬審議場の大きな差をつけています。3番手はピンクの帽子が2機です。高野 LP の外からはランスオブクイーン、そしてその後ろも空いたクイーンズウォーク、クイーンズウォーク、揉まれてんな。12番チェルビニア、マークしてるね、ステレンを。そして頭に雨がこの間に突っ込んだ、そしてミヤネーロです。そして1番人気ステレンボッシュはここにいました。いいんじゃない、ライトバックをついてきたな。チェルビニアです。その後ろには過去2戦ここ逃げませんでした、パレタ。そして足柄馬体は小金の空です。外から落ち着いてる、落ち着いてる。それから14番ツヤ仕掛けるライトバック、今落ち着いているように見える。それから3番のエセルフリーダンなど、さあ詰まることはねえな、多分。どうだ、手応え。そして湘南マヌエラ、さあ前に向こうが飛ばして、後続はどこで5サインを入れるのか。いやー、スイープの方が手応えいいな。来ない、12、13でもいいぞ。オッケー、ライトバックいった。どれだ、誰だ、来た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 、ライトバック来た、ライトバック行け。チェルビニア、ライトバック風風風風、オッケーオッケーオッケー、取った取った取った、一応取った、まただー、まただー。いやー、17は持ってねえなー。馬タン強いねー。いや、取った取った、またちょっとちょいプラスだけど。うまくいかんな、馬タン、うまくいかんわ、うまくいかんわ、馬タン。まあ今週も取ったけどさ、安すぎてな、これだ、安すぎて。まあちょっとライトバック本命みたいにしちゃったからな。まあまあ一応3連勝。安いぜこれ。
いやー、よくこれみんな人気にしたね。すごいわ。今の競馬。終わってみりゃ全部大花賞組だしな。マジでヒロシ騙したな。やっぱりルメールが乗ると違うんだな、キムテツ。キムテツ天栄東京は。昨日も勝ってたしな。まあまあよくやったよ。珍しく亀が当てたんじゃない、亀谷先生が。マジでみんなの競馬に出てるタレントの B 級感はなんとかなんねえのかな。はい、今週は当てました。東京3連勝です。一応本命対抗3番手で決まったんだけどね。まあちょっと自分のオッズレンジじゃないんでね、ここは。馬連590円とか買わないんでね。まあ苦手だね、このオッズレンジは苦手なんでね。まあ一応3連服取りました。まあ、ちょいプラスで。いやー、厳しいなー。これ本命対抗3番手で、この払い戻しは厳しいねー。若干ライトバックに気がいっちゃってるんでね。若干じゃなくて、かなりいっちゃってるんでね。本命がどれかわかんない買い方してるんでね。ステレンボッシュとライトバック比べたら、ライトバックの方が美味しいなと思ってね。という感じで、まあでも、チェルビニアこんなに人気するんだと思ってね。ビビったけどね。それで勝っちゃうからね。やっぱ今の競馬の人は。うん、うまいね。自分は桜花賞の時に対抗で、今回3番手なんだけど、まあうまいなと思うね。今の競馬やってる人は。で、最後、単勝もめちゃめちゃ下がったしな。すごいね。まあライトバックも、副賞途中でかなり売れてね。土曜日の時点じゃ3倍の時あったんだよね。これ買おうかなと思ったからね、最初。これで行こうかなと思ったら3倍どころじゃねえからな。190円になってるからな。もうこれは買えないと思って。まあまあ、一応東京3連勝なんでね。ね、実験的に馬単やってるんだけどね。一回も当たってないんでね。ちょっとね。まあ、外れるよりはいいんだけどね。リスクヘッジも効いてるし。うん、ちゃんと今週はプラスにしたんでね。予想動画に関しては、まあ3頭上げたのがそのまま3頭来たんでね。もっと伸びてもいいと思うけどな、こんなに有益な情報を流してるチャンネルいないと思うけどな。毎週毎週ね、来てるしね。そしてラップがあってる3頭は、まあ2、3着来て、で、スイープイートが6着って感じなんでね。まあ最後ね、ちょっと狭いところ行ったんでね、ライトバック。ちょっと気も冷やしたけど、なんとか抜けて。だから、もっと普通に走ってきたらね、あの4着5着ともっと差がついてると思うんだけどね。こういう時に限って7と打っちゃうんだよな。マジで。マジで荒れる荒れる詐欺だったからな、オークス。全然、あれねえじゃねえか。上位5頭がね、1、2、3、4、6着で、全部上位で決まってるんでね、こういう時こそな、5頭でいかんじゃダメだな。まあでも、一応、激推しした3頭、特にライトバックを押したんでね、良かったなと思います。では、新内競馬新聞行きましょう。これはね、やっぱり、今ね、新内のエースにしてるドンペイさんが見事ですね。2頭、印打って1、2着だったんでね。買い目も俺に言わなくて、新聞の方に書いてほしいんだけどね。なぜか俺に報告があるんだよな。こっちに書けばいいのになと思うんだけどね。買い目もなんか、単勝、馬単、おもうら、つってたんでね。まあ、爆当たりでしょう。まあ、あとはね、まあ、似たり寄ったりなんでね。誰だろう。誰でも取れるしな、1、2、3番人気。新内、馬ぶってるから、ちょっとね。素直じゃないんだよな。黄金の空すごい。まあ、これこそ穴人気して馬ぶってる人は買っちゃうんだけどさ。まあ、俺も買ったけどさ。ちょろっと買ったけど。やっぱりライトバック打ってほしいよね。自分の影の本命、ライトバック。打ってほしいんだけど、薄いんだよな、やっぱ。新内。どうした？ここ薄いんだよな。毎週薄いんだよな。その、NHK 前のロジリオンとか、先週のフィアスプライドとかね。まあ、今週のライトバックとかね。一番美味しい馬ばっかだけどな。
まあ、田島さんも改名俺に送るんじゃなくてこっちに書いてほしいんだけど、生まれんボックスも買うっつってたのに、でも一番安いとこ入っちゃったからね。まあ、ガミでしょう。一番安いのは、俺も買わないもんね、この生まれん 5.9 倍は買わないんでね。だみんなあとは似たり寄ったりで、まあ当ててるっちゃ当ててるかもしれないですね。なるみさんも、まあケイリーさんも、トライさんもね、生まれんぐらいは、まあ生まれん取ってもしょうがねえんだよな。もう、ドンペイさんみたいに1点とかじゃないとね。2点買った時点でぐっと合成オッズ下がるしさ。無理無理。俺には、このオッズは無理だ。では、馬券行きましょう。2万1000円かけて、洗い物しが2万7040円と6040円。儲かりました。はい。馬券はまあなぁ。精一杯だなぁ。こっちを本戦にすればよかったなぁ。三連複の方を本戦にすればよかったな。こっちもね、よかったんでね、結構、オッズが。こっちを本戦すればなぁ、よかったなぁ。そしたらライトバック本命になっちゃうけど。あ、でも、いいのか、そっか。ステレンボッシュこっちの方に入ってるしなぁ。こっちを本戦すればよかったなぁ。まあまあ、いいでしょう。3週連続的中3連勝。では、今までの趣旨、行きましょう。的中率 37.5%。回収率 41%、マイナス 92,370円になりました。徐々に、ちょいプラちょいマイナスだけど、徐々にね、回収率、もうなんかちょっと上がってきてるんでね。一般人まで上がるかな、このままいけば。75ぐらいいくかな。徐々に上がってきてるんでね、そろそろ50杯いくんでね。いや、でもまあバランス取れてきてるんでね。買い方も、まあ、予想なんてずっといいんでね、ずっといいんで、東京入ってから、まあ、東京入る前からいいんでね。そうか、本命成績1412だ。1412になったね。まあ今週はな、一番人気だしな、褒めないと思うんじゃないけどね。先週のフィアスプライドの方が、バシッといった感じだからな。そして来週はついに競馬の祭典日本ダービーになります。電気になってくれ、それだけだ。日本ダービー来週は、いや楽しみだね。楽しみです、来週。そして安田記念と、あと東京2回続くんでね、そこでなんとか、東京2回でなんとか行くつれ。では来週も楽しみにしててください。今週も当てた3連勝来たぜ。 OK アプティビー競馬チャンネル行くぜ。